はい、こんにちは。ビライフのマリコです。今私たちはフィリピンのボラカイ島に来ています。とてもこのボラカイの海は透明度が高くてすごい美しい海です。今日はダイエットフローヨガを行っていきます。しっかり内側から代謝を高め、脂肪を燃焼しやすい体にしていきます。ぜひ一緒に取り組んでみてください。はい、それではマットの前の方に立って、足は腰幅程度に広げます。肩前からぐるっと大きく回していきましょう。両手を胸の前で指絡め、息を吐いて腰背中後ろに、腕をそのまま左右にゆらゆら運んで、中心から手のひら返してぐっと大きな伸びをします。吐きながら両腕を下ろしていきましょう。足を揃えて両手胸の前に合わせて、吸呼吸で両手を空に高く持ち上げて、吐いて両手を下、吸呼吸でハーフアップ、長い背骨を作ります。きつい方は両手をすねに、吐いて両手を下に下ろして、そのまま両手を後ろで指を絡ませ、組んだ腕を気持ちのいいところまで運んでいきましょう。首もリラックスさせて、両手を下にだらんとぶら下げて、一度ロールアップで上体を起こしていきましょう。両手横から上、吐いて胸の前に下ろして合掌。お腹を細く引き上げて、両手を吸って上に、吐いて両手を下に下ろしていきます。吸ってハーフアップ、遠く見て、そのままお尻を後ろの方に下ろし下げていきます。吸って両手を上、チェアポーズ。膝つま先より前に出ないように気をつけます。そのまま両手を後ろで指を絡めて、前に前屈、膝をぐっと閉じたまま、胸を起こして両手を下から上にチェアポーズ。膝内もも強く中心に引き寄せたまま、両手後ろで組んで前屈、肩周り柔らかく。もう一度いきましょう。吸ってチェアポーズ。頑張れる方は重心を低いまま、両手を後ろで指を絡めて前屈、そのまま吸ってチェアポーズ。お尻をぐーんと落としていきましょう。両手を下に下ろしたら、足を後ろに引いてプランク。お腹を薄く引き込みます。さあ、そのままホールドして、股関節から折り曲げてダウンドッグ。吸ってプランク、吐いてダウンドッグ。両腕強く床を押し、吸ってプランク、吐いてダウンドッグ。背骨長く伸ばします。吸ってプランクに戻し、そっと膝をつきます。そのプッシュアップ3回入りましょう。脇を締めて1、2、肘広がらないように3。さあ、そのままチャトランガから吸って胸を開きます。アップドッグ、つま先を返して胸を開きましょう。吐いてダウンドッグ。足踏みしても構いません。心地いいところを探って呼吸します。両方のかかとを持ち上げたら、膝を深く折り曲げて、そっと膝股関節の下に下ろします。両手は肩の真下に突き直し、右の足を後ろに伸ばしていきましょう。左の腕も離してキープ。体の軸を整えます。そのまま手足を下ろして、吸ってアップ、吐いて下ろし、吸ってアップ。あと3回いきましょう。3、2、お腹引き込んでホールド。後ろの膝を胸にぐっと引き寄せます。後ろの足上げたら、そのまま上にアップ、繰り返します。吐いてお腹をぐっと縮めて、そのままアップ。いける方は下の膝も浮かせたまま、この動きを続けていきましょう。あと2回いきます。お腹にぐっと収縮、力を入れて胸を広げて、ラスト。 OK、 膝をそっと下ろしてプランクからチャトランガ。吸ってアップドッグ、吐いてダウンドッグ、ホールド。呼吸入れましょう。
両方のかかとを上げたら膝をそっと股関節の下に下ろして反対からいきます。左の足を後ろに伸ばして床と水平、右の腕も離します。そのまま手足を下ろして吸ってアップ、吐いて下ろし、吸ってアップ、あと3回。3、お腹引き込んで、2、首も長く、レスト、ホールド。両手を肩の下にセットします。後ろの膝を胸にぐっと引き込んでお腹を縮め、足伸ばしたら上にキック、吐いて縮めて、胸を前に広げてキック。さあ、いける方は右の膝もずっと浮かせたまま行っていきましょう。腰反れないように気をつけて、ラストもう1セット、お腹をぐっと縮めてから OK、 膝をついて、そのままプランクからチャトランガ、吸ってアップドッグ、吐いてダウンドッグ、ホールド。右の足を上に高く持ち上げます。膝を外に折り曲げて、ももの付け根広がり感じましょう。もう一度上の足を伸ばし、右の膝を胸に引き寄せます。右の足を後ろに持ち上げて、吐いて膝を胸にぐっと引き寄せます。吸って伸ばす、吐いて胸に近づけ、その足を両手の間に一歩下ろしていきましょう。後ろの足長く、両手を頭上に、上体を起こしてハイランジ、土台を強く。さあ、ランジプレス8回入ります。両膝曲げて1、2、3、4、5、6、7、ラスト。後ろの足長く伸ばして、前の膝踏み込んでいきます。そっと後ろの膝をついて、胸を上に、三日月のポーズ。両手を下に下ろして、前の膝ストレッチ、首頭リラックス。前の膝曲げて、もう一度ハイランジ。さあ、土台を安定したら、両手胸の前に合掌、ウエスト右へねじります。そのまま上体を斜め前に倒して、右の胸を開いていきましょう。後ろの足強く、膝裏をしっかり伸ばしましょう。両手をももに添えたら、後ろの足を上げていきます。そのまま5回アップ、1、2、3、4。さあ、お尻から持ち上げて5、後ろの膝胸の方に引き寄せていきます。左手で左の膝を胸にさらに引き寄せ、親指を掴んで前に伸ばせるところまで伸ばします。右の手も離せたら離し、両手も離せたら離して、チャレンジポーズ。負け、両足を下ろして、両手胸の前、吸って両手を上、吐いて両手を下、吸う呼吸ハーフバック遠く、ジャンプバックで足を後ろに引くか、片方ずつ足を後ろに引いて、プランクからチャトランガ、吸ってアップロック、吐いてダウンドッグ、呼吸します。左足を後ろに持ち上げて、膝を曲げます。ももの付け根しっかり広げます。もう一度足を伸ばしたら、膝を胸にぐんと引き寄せて、吸って長く伸ばし、吐いて胸前、膝を胸にぐっと引き寄せ、吸って伸ばす。でも後ろの足、両手の間に一歩ついていきます。背骨長いままローランジ、骨盤上体を起こしてハイランジから、ランジプレス8回、両膝曲げます。1、2、3、4、5、6、7、8、お腹引き込んで、後ろの足伸ばします。コントロールしながら、後ろの膝をそーっと床に下ろして、胸を開きましょう。三日月のポーズ。両手を下についたら、前の膝ストレッチ、足と上体と近づけます。前の膝を深く曲げて、両手を上、ハイランジ。さあ、土台をしっかり安定させます。両手胸の前に合掌し、ウエスト左へツイスト。そのまま上体を倒して、左の胸をさらに高く、呼吸続けます。お腹は薄く、
両手をももに下ろしたら後ろの足をポンと持ち上げていきましょう。後ろにアップ、1、2、3、あと2回、お尻の筋肉使って OK。 後ろの膝を胸に引き寄せます。さあ右の手、膝を胸にさらに引き寄せたら親指を掴んで伸ばせるところまで伸ばしていきましょう。左の手も上、目線一点に集中、左の手も離せたら最後離してバランスチャレンジ。 OK、 ナイスチャレンジ。両手を胸の前に下ろして合掌しましょう。最後一呼吸、大きく息を吸って両手上、吐いて胸の前に下ろして終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。一緒に頑張れたよという方はいいねやコメントもお願いします。今後もいろいろなエクササイズ動画を配信していきますので、ご興味ある方はぜひチャンネル登録もお願いします。